のあれは。このままでは船が壊れてしまうのである。やるではないか。キャッ、かっこいい。すげえよ、スイフの兄ちゃん。お疲れさん。さすがはアドルだぜ。それにしても今のは一体何だったんだ。巨大なイカか何かの足のようにも見えたが。っておいおい、
やこの技はどうだ。まだまだまだ。何かあるぞ。美味しそうな果実だな。せーっ、よし。おや、何かあるぞ。この方ってどうしてこう？やらしくて大雑把で、おまけに押し付けがましくて。そう、あの人のように。お待たせいたしました。まずはお互い名乗りましょう。私の名前はラクシャ、ガルマン貴族ロズウェル家の娘です。乗っていた船が沈んでしまい、この付近の海岸に流れ着きました。あなたは？その装い、確かロンバルディア号の船員のものと見受けますが。クリスティン、冒険家ですって。今さらごまかさないでちょうだい。私はあの事故で危うく命を落としそうになったのです。
あなたは関係者として今すぐ事故を説明なさるべきでしょう。それはアドルと言いましたね。それではその巨大な触手が私たちの乗った船を破壊したのだと。そのような突飛な話を信じられるわけがないでしょう。一体どこまで人をバカにするつもり。あら、あなた、気のせいでしょうか。どことなく似ていますね。逃げるならあなた一人でお逃げなさい。ガルマン人は女性といえども簡単に背中を見せたりいたしません。ラクシャ・フォン・ロズウェル、押してまいります。コウモリとは厄介な。私が落としてみせます。ヤギまで頭がセアアドルクリスティ出番。崩れてしまうと強くなるんだ。任せなさい。行くぞ。見渡す限り海ですね。ここは一体どこなのでしょう。せめて近くに人里があればよかったのですが。
れが崩れた、うん、松明を持っていないのです。安心するのは当然でしょ。何かあるぞ。ご覧になりましたか？今のは間違いなく人です。さあすぐに追いかけましょう。なさるというのなら容赦いたしません。
あの、別に気を落としてなんて。ん？おお、アドル。もしかしてアドルか。驚いたぞ。よくぞ無事で。誰かいないかと探していたのだが、まさか君に会えるとはな。あ、あなたは確か。アドル。こちらの方は？アドル・クリスティン、私の質問に答えなさい。あなたは一体何者なのですか？剣の腕が立つことは認めましょう。でも冒険家とは何ですか？そんなふざけた肩書きは初めて聞きます。冒険なんてものは所詮は道楽の類ではありませんか？それを最もな役割のように主張する輩を認めるわけにはいきません。良いこと？アドル・クリスティン、私があなたに同行するのは見定めるため。
あなたが私の大嫌いな人間に似ているからです。質問は認めません。おまけに私のあのような姿まで。さあグズグズしていないで出発の準備をなさい。北の方角に大きな山が見えますね。ここは思った以上に大きな島かもしれません。他にも助かった方がいるといいのですが。何かあるぞ。これは足跡のようですが、もしかして。おや、何かありますね。
一息つけそうだな。どうされたのですか？なのです。いいかい？ごめんなさい。お助け！ここで出会ったのも縁だと思っておじさんを助けてくれ。戦うしかないのですか？弱点はねえのかよ。なの？これはやはり（笑）おかげさまで助かった。お二人さん、愛し…
悪かったな、ジョーちゃん。わしなりに感謝の意を伝えたつもりだったんだが。言葉で伝えていただければそれで十分です。なんて品のない人なの。おお、わしの名前はサハド・ノートラス。グリーク地方で漁師をやっている。出稼ぎ先から故郷へ帰るためにロンバルディア号に乗ったのよ。よろしく頼むぜ。落車です。落車フォン・ロズウェル。アドルに落車ジョーちゃんか。それにしても流れ着いた先がよりにもよってセイレントとはな。知っているのですか。おお、グリーク出身ならガキの頃一度はこう叱られたことがあるはずだ。悪さをするやつはセイレントへ島流しにするぞってな。このわしもよく親父に脅されてその度に正面ちびったもんよ。それだけ地元でも恐れられている場所なのですね。このような獣が潜んでいることも知られているのですか。いや、少なくともわしは今日初めて知ったぞ。有名な話だが、セイレン島に近づこうとする船は全て沈んじまう。ここが実際どんな場所かなんてこれまで誰もわからなかったはずだ。たまに上陸したなんていうやつもいたが、どう考えても眉唾もんだったぜ。もしかして。いえ、まだはっきりとは。とにかく調べてみないと。それにしてもついてないぜ。浜辺で拾ったこいつをあの獣の顔に偶然ぶつけちまってな。護身用にと思ってな。わしが漂着した浜辺で拾ったんだ。誤信どころか逆にひどい目に遭わされちまったかな。お？だがこれで一件落着だな。なんだか私どっと疲れました。奇遇だな。わしもあいつに散々追い回されて疲れちまった。おかげでこの通り腹ペコだぜ。そうだ、
お前さんたちの拠点ってところへ案内してくれよ。